ジョン・サイクスは、イングランド出身のギタリスト、HR、HMK、ミュージシャン、シンガー・ソングライター、米国在住、ロックバンド、シン・リジー、ホワイト・スネークといった、ビッグネームに抜擢されて、実績を積み、主催した、ブルー・マーダーなどで有名を馳せた。父の仕事の関係で、スペイン・イビー・サ島に滞在していた時、退屈しのぎにギターを始めたという。 彼のおじのプレイを間近で見ることができたが、それまでにも遊び半分でギターに触ったことがあり、ギターが弾けると思い込んでいた彼はおじのプレイを見てギターに真剣に取り組むこととなる。そのご友人からすごいギタリストがテレビに出るから見た方がいいと勧められ、テレビでゲイリー・ムーアの演奏を見て相当な衝撃を受ける。トリオ編成のバンドストリートファイターを弾いて、 サクソンのサポートアクトとしてツアー中、同行したタイガース・オブ・パンタンのメンバーにスカウトされ、1980年に同グループに加入し、プロデビュー。当時のノイスブームブームの中で人気バンドとなる。パンタンでアルバム、スペルバウンド、クレイジーナイト、よびザ・ケージの一部に参加した後、オジー・オズボーンバンドのオーディションを受けるために脱退。 オジーのバンドへの加入は叶わなかったがその後、シンディジーに参加し、アルバム、サンダーライトニングとライブ版、ラストライブでリードギタリストを務めた。ホワイトスネーク時代、シンディジーの解散後、デイビッド・カバデールにスカウトされて、ホワイトスネークに参加。当時のメンバーは、サイクスとカバデールのほか、コージー・パウエルとニール・マーレーであった。しかしアルバム制作が始まると、 カバデールとの衝突からメンバーが次々と脱退。ジョンはアルバムを完成させるものの発表前に解雇された。このアルバムが後に全米2位800万枚の大ヒットとなるサーペンス、アルバス、白蛇の紋章である。サイクスはホワイトスネーク離脱後、カーマインアピス、トニー・フランクリンを誘い自らのバンド、ブルーマウナーを結成。後にメンバーを改めながら活動を 断続的に継続。その後バンド名をシンプルにサイクスと変更してしばらく活動していた。ギター、ボーカル、ソングライティングを一人でこなしていたこの時期のインタビューで最も尊敬するギタリストについて B, B、バップデラックス時代のビル・ネルソンと答えている。1996年、シンディジーを再結成。2005年のツアーメンバーはジョン・スコット、 マルコメン動作、マイケル・リー。2009年に、シン・リジーからの脱退を表明した。メインギター,ーは、黒のギブソン・レス・ポール・カスタム。クロム仕上げのピックガードとエス・カッションが、特徴で、これは、フィル・ライノットのベースのルックスと共通である。ピックアップは、ダーティ・フィンガーズ。アンプは、マーシャル・ JCM800 を、主に使用。ブルー・マーダー時代は、メサ・ブギーも使用した。 ゲンは、アーニー・ボールのレギュラースリンキーで、ゲージが、010、046のセットである。タイガース・オブ・パンパン、自信みなぎるセルフタイトル作品登場バークス、ジョン・サイクス、デイビッド・カバデールへの怒りを収まらずバークス、ハットプレイヤー史、1989年。ありがとうございます。